また一つチャリンコ下りゲームの難所をクリアしてきたんですよね。で気持ちよく寝ようかなとかってビールをもう開けちゃいました。今日爆弾もあって折り紙君は昼やって爆弾今日日曜日やったんでね、爆弾の時間が迫ってたんですよね。もうこれアップされる頃には爆弾がアップされてると思うんでネタバレしますけども、それまでにちょっと終わらせなあかんってことでここで途中で終わってたんです。これ以上ここを考えてる時間はないわと思って、でそしてる積んだ明日やろうと思ってたんですよ。今日気持ちよく寝ようと思ってもう酔っ払ってる。ただオムさんはカマンベール堀江さんからね、この時間ですよ、この時間にカマンベール堀江さんがオムさんはそろそろペーパーマリオアップしてくださいっていう日本語ちょっと間違えてますよね。オムさんはってカマンベルさんはなんとかしてくださいって言ったら、じゃあオムさんはならわかるけど、急にもうしばらく上げてないことで、そう、欲してくれてありがとうございます。最近そうだね、今チャリンコのゲーム上げた時に、3日ぶりぐらいやったんですね。あのピクミンのあれ、ピクミンのあれ、そっか。そんな前かも、ピクミンのやつ。これどうやってやる？絶対最後ここやん。あ、だから今日はもう寝ようと思ったけど、疲れてるよ。爆弾とチャリンコで疲れてるよ。しかも酒も飲んでるよ。だから寝るかもしれません。そのツイッターに、最近寝てないです。わかりましたって書いちゃったんですけど、寝るかもしれませんよ。っていうことを言いたかったんだ。これを最後に叩くやん。そしたら右のあれやが、で、右のあれ叩くにはあそこで止まるから、下、上叩くやん。上の四角、これ、こうやって同じ色のやつ叩くってことは、あそこに止まるから、あそこに止まるから、あそこに止まらせるに、お見えた、あ、見えた、ちょっと待って。あ、見えた、見えた、見えた、こうや。見えたー。さあ、寝てない。大丈夫や。寝もせんどころか頭冴えてる。いいんか？あれ？これいかんのや。こんな難しいやん。こんな難しいやん、これ。これでこっち行くと思えん。立野さん。なんて書いてあったって言えば、ルイージマンション。ルイージマンションね、俺ね、まあまあまあ、ここで話すのもなんですけど、俺の動画見ながらやってくれてありがとうございます。なんか俺の動画長いこと見ながらやってくれる人がたまにいるんで、どのゲームも、ほんと嬉しく思いますけど、指摘されてましたね。そっちのゲームでも俺、文字読んでなかったんやっていうね。これも文字読んでなかったんやと。最初に、ルイの、戻し方。説明してますよ、小山さんがって言ってましたけど。フランスでは小山さんっていう名前が違うらしいっすね。なんか長い名前書いてあった。明日返信の日しようかな。その辺全部返信したい、タトゥーアンさんに。いっぱいコメントくれてるんです。ありがとうございます、タトゥーアンさん。こっち見てないよ、タトゥーアンさん。そんなあそこで止まらなあかんがな。どうすんの？ちょっと待ってくれよ。これを壊したらあかんな、じゃあ。あっちまで行って、はぁ？めっちゃむずくないこれ。一回手、噛んでやってみるか。あ、わかった。え？今俺ここ壊した？あ、なんやなんやなんや、わかったやん。ごめんごめん、ノーカットでごめんね。何やこの部屋、この部屋に入るとって。あれ今俺これこ、あ、ここやな、壊したの。ちゃうわ。ありえんな。どうやって行くのこれ。あっちって。このコール押せるもしかして。押せんよね。これ関係なさそうやな、ここはさすがに。で、近く行かんで、ここやで。はぁ、むずい。あ、この紫は叩けたりして逆から。だとしたらここや。ちゃう。これ結構難易度高いと思うよ。紫は叩けると読んだ場合なわけの話ね。ちゃうな、でもさっきちゃ違った気がするわ。これはむずいかも、ボスより。
本で？あ、叩けた。紫との違い分かった。やった、超冴えてる。のどごし生飲んでる割にはありがとうございます。紫との違いが分かりまして、もう眠いな。下はなんだ？危ない。下なんもないのか。OK。だから今日ね、1日2回目やってるんですよ。1日普通1本のゲームは1回 やめたらもうやらないんですけど、カマンベールさんがそろそろ出してっていう、区切りいいとこまでやったら出そうかなと思ってて。先にフィギュアゲットしてっていいの？最近フィギュア、あ、おお、来た。フィギュアがもらえる率が高い。あれ？こんなに最初のところに戻っちゃうの危ない、怖い、怖い。え？今何かいた？あれ誰やったっけ？あ、敵やな、危ね。縦になってると敵かどうかわからん。全然でもね、眠くはなるけど酔えないですよね、最近。なんでやろ、これ。安い酒屋でか。おい、やべ。だから昼やったんで、今日ね。山の日なんですね、明日。今日休みで、日曜日でさ、昼やったんですけど。あれ、こうどこ行くの次。あれ、これか。まだこれ乗るんか。そこまで行くんかな。これ動かせそうじゃない。なんかうわ、分かんなくなった。またなんか謎ありそうやな、これ。聞こう。かっこいいこと思いついたけど、滑りながら壁を叩いたらかっこよくないですか？ええー、滑りながら壁を叩く。おお、かっこいい。目超覚めたんやけど、目超覚めたんやけど、このちょっとした段差で登れるっていうのがまたかわいい。かわいいってかわいいってしゃあない。あー、かわいい。あくまで RPG やったっけ。あくまで RPG やね。だから考える力ない。いいわ。ここでいいっす。5倍のところからやるべきやったな。何のために直したんやら。あ、パワーなかったんや。あ、強い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 かも。ポイ投げハンマーで。50は減らんやろ。
あ、強かった。うわ、めっちゃ減った。おお、びっくりした。例えば敵かと思ってん。だからやっぱワニは怪しかったので正しかったね。謎がどんどん難しくなってはきてます。え、ここにはどう登るか。またあれを吐き直していかなかった。これをでいいか。え、めっちゃ面白いやん。解けた時だけ面白があるっていう。すぐするよ。なんか敵が強いの出てくるってことね。はい、一応見ません、見ません。このまま行きます。うえ、シュイ、すげえ飛んだ。はぁ、かわいい。このさ、昔のヒル特撮みたいな、なんかポンポンポンって3回3箇所のアングルから行くやつの古さ、わざとやね。一周回らしてるな、ニンテンドって。あのくるくるの拳でく糸巻き巻きみたいなダンスも。あ、山越えダンジャンしてきましたわ。さて、山の反対側まで飛んじゃったみたいですけど、ここはどこ。本当にどこですか、これは。水もあります。敵か。敵や。え、もう出ちゃうの。急やわ、急やわ。ここまで、じゃあここまで行ったらさ、やっぱりアップロードできる。ちょうど区切りいいから。お待たせしました、カマンベルさん。でもこれ倒せるかな。どういう、まあセーブしていいですかねって聞かれたで正しいけど、そポストまでは思わんね。こっちの島来て初めて。強い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 。これさすが氷を司る。氷の中から登場、クール。氷から出ちゃえば私と同じ折り紙です。なんとかなりそうですわ。じゃあ火や、もう完全に火や。火をください。つなげろ。まあ、こうして、オンオン、どこ。ヒント見ちゃうとこうかな。オン、あ、オン宝箱やな多分。こうや。こうやじゃねえよ、間違えてるわ。おお、すごいな。おん、宝箱で終わるみたいに思うな。オンして、これ何、これ何。ハートか。ハートなら欲しい。こうしてオンして、これあ
氷から中身出てきたけど、中身は折り紙。あ、折り紙かこれ。氷を溶かした。これ中身、中身も白いんや。ヒント欲しいですね。本あるけど、一回叩いてみよう。再びこう字閉じ込む。紙の照らしやった。うん、間違えてる。3しか足らない。待って、こうか。2。あ、違うな。ちょっと待ってください。オンして。あれ、氷終わってるやん。うん、なるほどね。一旦しか待ってくれませんでした。ありがとうございました。うおー、早い。うわ、強い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 。ありがとう。火を、火で凍ってるのどうすればいいのこれ。凍ってるのどうするかわかんない。オン。いや、よくわからんな。ありがとう。わからん、攻撃いつか。地面を回転させてきっと一緒に回るだけですよね。一緒に回りました。どうやって消すのこれ。アイテムかな、応援かな。ありがとう。
と。え、俺何しようとしたっけ。こんなとこに、こんなとこで寝るなよ。死ぬぞ、冷えて。あ、どうやって戻す。はあ、からん。何のマークも見えない。ないよ、火。これどうしたらいいの、これ、本当に。アイテム使えるんかな。今アイテムって使えたっけ。使えんよな。アクションか。絶対効かないね。そこの氷を狙いたかったんやけど。運を待つしかないんか、こうやって。なるほどね。ちょっとヒント見ますね。スライド操作で壊す。あ、そうなの。そうなんや。やっとわかりました。スライド操作で消します。その前にかぶってこんかった。じゃあ大丈夫だ。え、この白いのもダメなんやった。氷があるのと白いのとどう違う。むずいな、やっぱボス戦がこのゲーム。これはスライド操作で消しましょう。消せた。よかった、走るの遅。違う、一回ちょっと助けてもらいます。
だってる。酔ってる。あれ、まだこの人氷まとってないぞ。ラッキー。でも恩がない。どうしたらいい？ちょっとこれにしようか。コンディア。一応3当たるやん。これも？今のは眠い割には頑張ったな。取り早く。あと1回やね。何してんねんこれ。どうすんの。何？一回絶対倒しそうにない。地面があちこち凍ってる。冷え冷えだらけ。しかも氷がかなり追いかけを追いかりですわ。なんか引かせたら危ない。長引かせたら危ないやってか。それが苦手なんだよ俺は。長引かせたら危ないっていうのは一番苦手なんだよ。もう完全に助けを請います。
と何も変わってないんやけど、長引かせそう。ちょっと待ってよ。こうか。あかん、なんでやって、なんでやってこれ。やばい。60。でもパワー回復せんだよね、この前みたいに。じゃあいいよ。めっちゃ強いんやけど。え、覚えろってことか。え、それは難しいかもしれん。全然覚えられんわ。ごめん。マジで。覚えろって意味なんやん。なんかくねくねはしてましたよね。なんか、え、なんやこれ。いや、覚えてられるわけないって、本当に。何したいの。61食らいます。イメージ、スマホじゃねえわ。スマホか、まあスマホでもいいから写真撮った方がいいやん。いやいや、覚えられんて。一歩進んで左行って下。一歩進んで左行って下。絶対無理や、この強っ。本当に。マジムズやな。容赦なくお金使うしかないわ。一歩行って左行ってやろ。あ、一歩こう行って左行ってここやな。ここはオンとかどうなってる今。あ、いっかこれで。攻撃できるの？なんとなくハンマーじゃないとダメそう。3。これで倒すしかないと。うん。斜め左からかね。これでいいんじゃない。マジで来たか、来たか、覚えてねえけど。あ、来たか、来たな。
なに。この画面に行かないで、一回この画面に行くことで目が、どこやったっけ、押したらあかんな。でもはあ、ちょっと待ってくれ、激ムズすぎる。こう、あ、分かった、これや、こうや、来たぞまた。来たかな。音が、でもこれ絶対ここやな。2個目からやってこっか。オンにしなあかんな、一回しとこう。もう一回動かせた今。そっか、ああ強、絶対負けれんわ。行くのやめてくれんか、本当にやめてくれんか。ハート来ると思ったよ、ありがとう。はい、何でいいんか。これでいいわ。来た。やった。強かった。何十分戦ってんのこれ俺。キノピオいなかったら倒せてないわ。そうなんや、そういうもんなんや。サンキュー。俺もマイナス10、マイナスじゃないわ、16の設定で頑張ってます。
涼しいぐらいがちょうどいい。風邪ひきそうやけど、起きるとき。はい、氷できることが分かりましたよってことで、外のあれをね。はい、これで帰れますよねっていうこと？これ別ルートあるの？あ、こっから行けるやん。へえ。あっち何もなかったっけ、左側。お？面白いって言ってたやつや、これ。おおお。面白い、面白いって言うなって言ったやつ、1個前の動画でしたけど、面白い。これは完全にやりたい。はい、おお、えらい、そらいいもん入ってるやろ。ダイヤの島のフィギュア、これはいいわ。ハートの島とかもあったのかも。じゃあ戻ります。こっから戻ってすぐに入れますから、その手前でセーブしようか。さすがに寝るとあかんでな、そこは。残り2つの試練、前にセーブしております。